おはようございます広瀬まりです今日もあなたがあなたらしく輝くヒントをお送りします今日は全力は楽しいです何をするにしても全力投球というのは気持ちが良いものです全力を注ぎ込むことができるものがあるそれも幸せなことですいろいろなことに全力を注ぎ取り組んだ結果が良くても悪くても とりあえずその過程を楽しめればいいなと思います。確かに結果を出さなければいけないこともたくさんあります。それでも結果を出すことだけに必死になって取り組んでいると逆に良い結果が得られないのではないかと思います。過程を全力で楽しむことでアイデアも次から次へと出てきてそれを進めていこうとする力が湧いてくると思います。 その中から良い結果が生まれてくるのだと思います。たとえ良い結果が得られなくても、その過程を全力で楽しんでいれば、次のチャンスにそれを生かすことができます。全力で楽しんでいないと、詳細をきちんと把握していない可能性があるのではないでしょうか。だとすると、また同じような結果や失敗になってしまうかもしれません。良くない結果も、 失敗も糧になると思いますができれば同じ失敗はしたくないですよねそのためにもその過程を全力で楽しめばいいのです全力で取り組み全力で楽しむ結果のよし悪しだけに気を取られることなくどんなことでも全力で楽しめるといいですね今日もあなたがあなたらしく輝きますように広瀬まりでした気をつけていってらっしゃい